今回はですね、ちょっと健康に気を使いたいということで、あんまり肉肉とかね、油とかそういうことじゃなくて、ヘルシーフードっていうんですかね。なんか私もよく分かってないんですけど、野菜中心のメニューを出してくれるお店があるというので、今向かってます。今日はね、暑いんで、この傘をさして、日傘にして歩いてます。これかな、これだな。チアって書いてあるんですよね。ちょっとズーム、これだ。チア、チューズデー、サータデー、火曜から土曜日まで、午前9時から夜の8時までなんだ。なるほど、そういうお店みたいです。ちょっと行ってみようと思うんですけど、ものすごい人がいるな。どうすればいいんだ？全くどうすればいいか分かりません。外なのか何なのか。とりあえず傘をしまいます。さてさて、多分こう書くんですね。名前書いて、このアルコールをつけて、どこに座るんかな。奥に聞いてみよう。ハロー。あ、いや、ダイン。I can sit anywhere. Oh, thank you. ここにするかな。Thank you. OK。はい。じゃあ、Oh, is this okay? I shoot a video? I'm Don't blogger. worry about Thank you. Okay. I think I may need a little time. Sure, don't worry. Yeah. So You want me to maybe. save it to you or you Yeah, want someone? I'm gonna All let right, you let know. me know then. Let me know, brother. Thank you so much. すごい感じのいい方ですね。メニュー。ちょっとね、わかんないんで、なんだこれは。チア、ップルベーコン、ちょっと、カメラを切り替えます。メニューなんですけど、チアなんとか、なんだこれは。コーンフレーク、ウィズココナッツミルク、ココナッツミルクのコーンフレークということですね。これはあんまりだな。トーチテックサンドイッチ、ブレックファーストブリート。ブリートってクレープみたいなやつですよね。薄皮で巻いてあるやつ。クリームチーズなんとかブリン、フレンチトースト、オムレツ、あとはなんだこれは。あとご飯、なんだかよくわかんないですね。ベジタリアンというかフィリピーノ、ナスとかオムレツ、ライスとご飯がつく。ほう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 。肉やっぱないんですね。卵と野菜。トルティーラボール、スパイシー。これなんか、なんだな、いっぱい野菜が入って良さそうですね。これにするかな。あとはカレーボール。カレーっていうのもあるんだな。イエロー。ミキサーでカリー、ターメリックライス。
あ、カレーもあるんだ。なかなか良さそうですよね。まあでも、さっきのビーガンバーガー、ハンバーガーの野菜。あ、ビーガンだからやっぱあれですね。肉が、あれなんか。いいや。OK。Can I have spicy menu? spicy? Yeah. Sure. This is good for one person? Yes, please. Okay. You can always add more here, so there are add-ons. ああ、I see. Yeah. なんか追加のやつがあるみたいですね。追加するんだ。なんか追加したいのあるのかな。What they usually add is mushroom, fried onion, which is caramelized onion. If you like it more spicy, we have jalapeno or mushroom. chili oil. We have, and you can either add egg if you like, or fruits. ああ、フルーツとかね。ああ、そういうことなんだ。じゃあ、マッシュルーム、please。マッシュルームを足します。You have water or? Yeah, I can serve you water. We have drinks Okay. here, but we have mineral water. Mineral water. Oh, Okay. sure. Got you, brother. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. 無事注文が終わりました。なんか雰囲気いいですよね。でね、なんか犬がいるんですよ、さっきから。ここにでっかい犬が昼寝中なのか。 Her name is Khaleesi. Her? That's Khaleesi. Khaleesi? Yes. Ah. Sorry to inform you, we got out of mushroom. Oh, really? Yeah, for topping. Okay. If you want anything else. So you said fried onion, yeah, maybe? Yeah, fried onion is good. All right, sure. Thank you. Thank you. 追加のマッシュルームが売り切れだというので、なんか別のにするかと聞かれましたんで、先ほどのお兄さんが、先ほどのってあれですかね、まだ登場してないか、ちらっと映ってるか分かんないですけど、フライドオニオン、玉ねぎをこう揚げたやつですね、か、マッシュルームがおすすめだよと、追加するのにとおっしゃってたんで、もう一つの選択肢を選びました。これあれですかね、日本風のこう犬とかが水を飲む入れ物ですかね。あんまり見たことないですね、こっちで。初めてかもしれないです。彼女ですね。C って言ってましたんで、俺さっき名前聞いたんだけど、すいません、忘れちゃいました。最近ね、もう物忘れがね激しくて、すいません。でも彼女らしいです。彼女の水飲みなんかな。ちょっと暇なんで歩いてきます。なんだこれ。あ、レタスとかここで栽培してるんか。なるほどね。ここで多分店で作る葉っぱを作ってるんですね。まあでも賢いですよね。あ、こっちにもある、なんか作ってる。お、しかもなんかこっちはちゃんと水を循環させる仕組みがありますね。ちゃんと映ってるかな。開けらんないんで、すいません。ピントがもしかすると網にかかっちゃってるかもしれませんが、水がね、こっから水が出てるんですね。で、石ばっかりだけど、なんか植わってるんかなという感じです。あとは、向こうもなんかありますね。やっぱりビーガンって言ってたから、その菜食の料理
野菜、肉がない系の料理をやってるのかな、売りにしてるのかもしれないです。これフィリピン多いですよね。10ペソとか20ペソとか、あ、10ペソじゃない、すみません、1ペソとか入れて2円とかですかね、2.2 円かぐらい入れて、ここで水を飲むと。毎回思うんだけど、なんか洗ってるんですかねとかって言うと、まあ、そういうことを言っちゃいけないと怒られそうです。そういうことを気にしちゃいけないと、まあ、それはそれで非常に正しいんだと思いますけど、あんまり難しいことをね、衛生とかっていうのを、まあ、言ってもいいんでしょうけど、あんまり言いすぎると、あまりこのフィリピンの地方都市で生活するのは苦しくなるかもしれないですね。昼寝中です。結構犬がいるフィリピンのレストランって、まあ、特にこういうなんていうんですかね、こじゃれたその1人500円とかいうような店は別ですけど、こういう今日なんかも150ペソ300円ちょっと330円ぐらいですか。だから結構割安、まあ、物はね食べないと分かんないですけどな感じのお店は、こういう犬が多いっていうのは、うん、あるあるかもしれないですね。ここはね健康意識の高い方には、うん、有名っていうか、そのいらっしゃる方がいるみたいですね。だから日本人の人も来たりとか、そんな感じのお店のようです。私は2年ぐらいこっち住んでますけど、初めて来ました。前を撮ったことはもちろんあるんですけど、実際入ってみていいですね。思ったより全然いいです。いいっていうのはこうやって、特に今のあれ起きちゃったな、小切れ大きいなこの犬、うん、すいません、話の途中でした。何でしたっけ。そう小切れなんで、全然いても不快ではないですよね。全然決してなんて言うんですか、日本のお店みたいにね、例えば床を見ればコンクリート打ちっぱなしですしね、こういう謎のちょっと古めかしいものはありますけど、まあだからといってどうだと、別にありじゃないと、その不快になるようなことはないです。まあ、あとは実際食べ物が来たら意外にいいのかそうじゃないのか。 All right. It is for me? It is for you, yeah. Oh, thank you so much. Okay. All right.Thank you so much. You're welcome. Your food is coming. Yep, thank you. 水を、ここのさっきちゃんと洗ってるんかとかブツブツ言ってたところからいただきました。でも見ると綺麗ですよね。だから手入れはしてくれてるんだと思います。 All rightGreat. Some barbecue sauce. Oh. Enjoy. Thank you so much. こっち、おお、美味しそう。これはうまそうですね。これはうまそうだぞ。まず、これアボガドと、これがその、なんですかね、いろいろ入ったやつ。すいません。説明力がなくてすいません。あとこれ、玉ねぎ。まあ、とりあえずお腹も空いたんでいただきます。ああとこれ忘れてた、バーベキューソース。じゃあいただきます。ああそうだ、忘れてた。その前にね、水チェックです。まずコップはね、なんか底が汚れてますね。底が汚れてる。ただこの底が汚れてるのが外の汚れなのか中の汚れなのか、まあ、あんま気にしないことにしましょう。
多分大丈夫です。水をよし。そう、ああそうだ、あのね、後でちょっと詳しく話しますけど、マスクがこの医療用の不織布マスクっていうんですかね、を使い始めました。じゃあいただきます。あ、うまいうまい、全然ありです。多少そこが汚れてますけど、これは多分外の汚れだと信じて、スプーンとフォーク、あ、でも綺麗ですよ、綺麗。あのどこだろう、フィリピンの方じゃないと思う、後でちょっと聞いてみようと思いますけど、フィリピンの方じゃないと思うんで、非常に、あとこれナイフ、こんなのもある、綺麗なの。じゃあいただきます。さてさてさて、じゃあいただきます。まず本当に綺麗ですね、スプーンもフォークも。これが150ペソぐらい。じゃあいただきます。うん、うまっ、これめちゃめちゃうまいですね、まあ、あっさりあっさりですね。あと玉ねぎ、これあのオプションの20ペソ44円ぐらいか、まあ50円弱の追加の玉ねぎです。うん、あの家で鉄板プレートで焼肉をやるとき、こういうあの玉ねぎを炒めると思うんですけど、本当にあの炒めた玉ねぎ、味は何もついてない、そんな感じです。こっちもね、これこの緑の葉っぱ、レタスっていうのかな、サニーレタスっていうかな、さっきあの写したあの葉っぱだと思いますけど、これもね味はついてないです。まあ、ついてないって言ったら嘘になりますけど、非常に薄いです。まあ、ただ多分こいつがね濃いはずなんですよ。ちょっと食べてみます。こういう見た目、これなんだろうな。うん、豆ですね。ピリ辛でね、美味しいです。あ、これをね、きっとこれとこの味が、さっき薄いって言ってたやつ、これを一緒に食べるのかな、こうやって。ちょっと見た目があれですけど、うん、うんうんうん、うまい。これはねヘルシーです。いつも私が食べてる豚の、油がいっぱいあるような、ああいう罪悪感のいっぱいある食べ物とは違いますね。先ほどのこの味があんまないって言ったやつは、玉ねぎとトマトとアボカドと、あとこのレタス的なものが入ってますね。でこちらの味が濃い、ちょっとピリ辛のやつは、これ多分ね、玉ねぎと、あ、玉ねぎじゃない、長ネギ、これ長ネギですね、長ネギと、あとこのひよこ豆的な感じ、ちょっと固めの豆と、もう一個あのペースト状っていうんですかね、豆を本当にもう粘土みたいって言っちゃおかしいですけど、すりつぶした、そういう2種類のね多分豆が入ってるっぽい。それにあの塩コショウで、この赤いのが何なんですかね、赤いのがあれか、辛いやつか、そういうあのインドカレーのなんかで入ってそうな辛い香辛料なのかもしれないです。お、忘れてた、バーベキューソースって言ってますね。こういうのがあること自体がちょっと普通のフィリピンのレストランじゃないですよね。普通出さないですよね、バーベキューソースなんて。西洋人的なあの文化を感じます、バーベキューソース。
ちも一気に西洋の味になりますね。まあまあ多分ね、普通のアメリカ人とか西洋の人がこれ食べると、このバーベキューソースがないと何このちょっと物足りない感じってなるんだと思います。まあ我々日本人は結構ね、薄い味、まあ、繊細な味と言っていいのか分かんないですけど、そういうのにまあ慣れてますけど、あんまりあれですもんね、西洋の方ってどっちかっていうとこうステーキドーンみたいなイメージがあるんで、そういう方にはこのバーベキューソースはおすすめですけど、私はあんまりいらないかな。せっかく持ってきてもらって申し訳ないんだけど、なくても十分美味しいです。ちょっとこの入れ物も食べれると思うんで、割って、これあれかな、もしかするとこう割って食べるんですかね、こうある程度わかんないですけど、タコライスとかタコス、メキシカンのタコス的な感じでちょっと半分割ってみました。実験です。これ結構ね量多いんですよね。ちなみにこんな感じ、断面、あー落ちた、こんな感じ、結構量ありますね。よし、こういうパリパリの皮って言っちゃいけないかと一緒に食べます。うん、あ、うまい。ちょっとバーベキューソースが欲しくなりますね。でもなくても薄味で美味しいですけど、いや、こうやって濃くしたり薄くしたり味を楽しめるのがいい感じです。結局こうやってごちゃ混ぜにして食べると最後は、ね、あまりお上品じゃないんかもしれないですけど、こういうのがおりゃ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 結局はよかいいのかもおりゃ知れません。あ、でもこうやって見ると結構カラフルじゃないですか。私だけかな。なかなか良さげです。じゃあこのまんま食べ進めて、美味しくいただきたい、食べ進めていきたいと思います。うん、うまっ。ごちそうさまでした。美味しかった。予想外に美味しかったですね。まあ、予想外って言ったら失礼でしょうけど、バーベキューソースはほとんど残っちゃいましたけど、まあ、この10分の1でいいから少しやっぱつけて食べたい感じですね。でね、そうだ、さっき言うの忘れてたんですけど、このマスク、これ日本のセブの領事館なのかな、さんから、いただいて支給だというんで、今回、家族4人分結構な数をこのマスクと、フェイスシールドもですねいただきました。ありがとうございます。まあ、こういうね、我々外国にいる日本人にもそういう、ことをしていただけて、ありがたいです。感謝いたします。じゃあ盛り上がってますけど帰りたいと思います。お金払おう。よし、じゃあマスクをして、あ、携帯忘れるとこだった。よし、あれ、犬がいる。さっきのでっかいのはいなくなりましたけど、今度はちっちゃいのがいます。彼なのか彼女なのか、それまでは分かりません。よし、
じゃあお金を払いましょう。さてさて、傘も忘れずに。従業員の方おますのか。チアロッジングサービス。ロッジングだからあれかな、泊まりとかもやってるみたいですね。へえ。じゃあこういう証明書。はい、あ、over there。Thank you. Sorry, I have no idea what where. Yeah, we have 20% off today.Oh, why? It starts at 11 and ends at 3 p.m. until tomorrow. Oh, until tomorrow? Yeah. Oh, okay. I'm lucky. Yeah. So your bill is now 128 minus 3 pesos. Okay. 100. You said 128? Yeah. So the promo is until tomorrow? Yeah. We have the whole week 20% off. Oh, so...If I come with my family, I can get that. Sure, yeah. Tomorrow. Do you accept the kids? Yeah. Like a 6-7 years yeah. old? Okay. Don't worry about it. Great. I will tell my wife. Yeah, see you. Yes, Thank yes. You. Bye-bye. なんか 20% オフというラッキーなプロモってなんていうの、セールっていうんですかね。お、車が来た。をやってます。あ、これ結構ねフィリピン多いんですよね、この車。あのオートバイのなんていうんですか、三輪ですけど、あの4人ぐらい乗れる三輪バイク。あ、で、あの 20% オフでした。だから130ペソぐらい、280円ぐらい、まあまあだから300円弱ぐらいですね。非常にあのお得ですね。明日までだって言ってたんで、割引が。家族と来ようかなと思えるような素敵なお店でした。やっぱりね、もう私も40後半なんで、そろそろね、太ってきやすくなってるし、あとまあ動いてないっていうのもありますけど、まあちょっとね、健康に気を使わなきゃいけないということなんで、こういうお店を積極的に開拓して、またあの皆さんがね、この町にもしいらっしゃる時に、まあ、せっかく来た時にね、野菜ばっかりじゃ嫌だっていうことかもしれませんが、まあ、こういうお店もありますという感じで、一つの選択肢として、情報提供できればと思っています。ここがチアって書いてましたね。チアロッジングって書いてあったな、なんか許可書には。まあそんな感じのお店でした。またあの何かあったらコメントいただければと思います。じゃあ今日はこれで失礼したいと思います。ありがとうございました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また、私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また、具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか、Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。